それではお時間になりましたので始めさせていただきます。古川さんによるどうしてこうなったノード JS と IOJS の分離と統合の行方、これからどう進化していくのかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。タイトルとしては Node.js これからどうなるっていう話なので、まあ、一応 Node.js の過去と現在と未来について、今回の Yapsi Asia の中で発表していこうかなと思います。私はですね、Node.js の日本ユーザーグループの代表をやっています。アカウントは陽介アンダースコア古川で、このなんかウォーリーの、変なアイコンのやつですね。はい、です。であともう一人紹介したくて、まあ、ここに座っていられる、大津さんですね。アカウントはジョビ0608さんです。で、一応紹介すると、あの Node.js とか IOJS には、まあ、ちょっと口述するんですけど、技術委員会テクニカルコミッティがあって、それの、日本唯一の方ですね。はい、よろしくお願いします。はい、です。で、まあ、ちょっとなんか一応なんか硬いんでアイスブレイクしておくと、ですね、今日この発表するために、まあ、僕ちょっと一応 DNA という会社に所属もしているんですけど、 DNA という会社の後輩に、今日朝10時からだからちゃんと来てねって話をしたったんですよ。これ、ね、僕見る限りであんまり来てないんですよね、その人たちが。なんか何人か来てますね。そうですね。ただ基本的にあれあいつらいねえじゃねえかっていうのが僕の今日の今のこの感想です、今のところ。はい。で、インデックスとしてはこんな感じで、過去、現在、未来について、一個一個説明していこうかなと思います。で、最後に、残り10分間ぐらいになったら、僕との、大津さんとの一応こう、なんで Node.js 僕ら選んでるのかとか、そういう、まあ、フリーディスカッションをしようかなと思ってます。まあ、その時、ちょっと会場からも何かあれば、手を挙げてもらえればフォローするので、よろしくお願いします。でですね、今回はですね、まあ、そんなにテクニカルな話っていうよりかは、どちらかというとこう歴史の授業ですね。ノードの歴史の授業をします。はい。リアクションが薄いな。で、まあまあ一応こう年表があって、年表通りに一応書いてきているので、ちょっと歴史の授業をしていきます。まずパストノード JS ってことで、まあ、過去ノード JS の話します。ノード JS の成り立ちとしてはですね、ノード JS 2009年の3月頃に生まれてるんですね。2009年ぐらいですね。で、2009年から2012年っていうのは Node.js の中でも結構特殊な年っていうか、まあ、生まれた年なんで、生まれてからまあ立ち上がるまでなので、まあ、破壊と創造の時代って僕は呼んでるんですけど、まあ、そんな形の時代になっています。で、Node.js っていうのはまあ作者がいて、まあ、もちろん作者がいて、ライアン・ダールさんっていう人ですね。 Node.js クリエイターって書いてあります。まあ Node の父ですね。で、彼が2009年に JSConf EU っていうヨーロッパの JavaScript カンファレンスの中で、Node.js について初めて、まあ、国際的に発表されるんですね。で、まあ、それがこの話で Node.js ってまたすごくシンプルな話で、その中で彼が語っていたことを抜粋すると、 Node.js っていうのは何が入ってるかっていうと、サーバーサイド JavaScript であるっていうのと、イベント指向を持っていて、ノンブロッキング IO っていうのを持ってますと。で、シビラーとイベントマシンって書いてあるんですけど、まあ、イベントマシンっていうのは Ruby のイベント駆動モデルですね。まあ、Perl で言うと多分 Any イベントとかなんだと思いますけど、まあ、それにすごく似ているっていう話です。イベント駆動モデルを持ってます。あと、Google の V8 を、元にしていますっていうのがそもそもの話ですね。で、これが Node.js の中で書かれて、彼の資料から抜粋した Node.js とはですね。で、なんで Node.js はこういう構成を選んだのかっていう話をしようかなと思います。それに関してはですね、もともとすごく歴史を遡ること2001年になっちゃうんですけど、2001年ぐらいまでの時に、1個問題が挙げられてました。これは C10 系プロブレムって言われるってやつですけど、C10 系プロブレム、まあ、聞いたことある人はいるかもしれないんですけど、C10 系プロブレムっていうのは、まあ、すごくざっくり言ってしまうと、まあ、超たくさんのクライアント、例えば1万クライアントとかが一度にいっぺんに1個のサーバーに接続したら、まあ、サーバー死ぬよねっていう問題ですね。で、当時、まあ、2001年とか、まあ、2000年の初めの方っていうのは、フロントっていうのは、まあ、アパッチが主流だったんですね。まあ、今とかエンジン X だと思うんですが、アパッチが主流だった。で、アパッチっていうのは、1個のクライアントが接続した時にその裏ではプロセスもしくはスレッドが起動するっていうモデルになっていましたと。で、
ってことはクライアントが1万台一気に接続しに来たら1万個のプロセスもしくはスレッドが立ち上がるわけですね。でそうなってくると、まあプロセスは1万個もいっぺんに上げようとするともちろん時間かかるし、スレッドは1万個も上げようとするとメモリもめちゃめちゃかかるしってことで、まあ基本的にはなくなりますよね、サーバー自体は。っていうのが C 典型プロブレムですね。これがもともと挙げられた2001年の課題です。でこの時別にそんなこんなことやんねえだろ、1台のサーバーでこんなたばかねえだろって話ももちろんあったと思うんですけど、まあ、これを助長するような一応情勢もあったわけですね。はい、まだまだ歴史の授業ですよこれは。で、はい、これ懐かしい、これもしかしたら平成生まれの人知らないんじゃないかな。Web2.0 っていうのがあるわけですね。2007年ぐらいですね。はい、これ平成生まれの人本当知ってるのかな、まあいいや。で、2007年ぐらいにそうですね、Web2.0 の先にある C 典型問題っていう記事とかも日本でも書かれ始めてきてたと。でこれどういうことかっていうと、まあ、Web2.0 の時代っていうのは、まあ、SNS が流行った時代なんですよね。いわゆるミクシーだったりとかグリーとかっていうのも、まあ、そういえば DNA だったんでモバゲーっていうのがありましてですね流行った時代なわけですね。で、まあ、SNS が流行ってきたっていうことは、ユーザーっていうのが、まあ、一つのあるサイトに滞在するっていう時間が増えてきていると。で、まあ、例えばそうすると、まあ、サイトに滞在することが多いんで、まあ、サイトを作ってる人とかは、まあ、そのユーザーへのインプレッション、印象を上げたいから、何かしらのリアクションっていうのをこうサーバー、あのページに返してあげたくなるわけですね。例えば、まあ、メッセージが来ましたとか、まあ、Facebook だといいねされましたとか、そういうことが、まあ、そのページにいる間にこう起きるっていうことによって、まあ、その滞在している時の印象を上げるっていうことが、求められた時代でしたと。でこれまあ似たような形でライアンダールも2006年当時そんな似たようなことを考えていて、まあ要はインタラクティブなコンテンツが増えてきたわけですよね。でライアンダールの市場名、まあ、この時考えてたやつはこれ皆さんやってることもあるかもしれない、プログレスバーですね。はい、これプログレスバー実装したことある人どれぐらいいるか分かんないんですけど、これまあピュアに実装するとクッソ大変なんですよね。これなんでかっていうと、まあ、例えばプログレスバーっていう進捗をこう見えるようにするバーじゃないですか。でまあ、進捗見えるようにするバーを送らなきゃいけないってことは、その前にまあでかいリクエストを送るわけですよね。巨大なリクエスト1個送る。例えばファイルをアップロードするとか。でファイルをアップロードしているときに、今ファイルをアップロードしているけど、今どれぐらいまで進捗いった、何パーセントそっちに行ってるっていうのを問い合わせるわけですよね。AJAX で裏でポンポンポンって。でも毎回毎回その重たい処理がそもそも走っているところに毎回毎回こう問い合わせに行くと。じゃないとプログレスバーっていうのが作れなかったっていうの話ですね。でこれは、まあ、ライアンダール含め、まあ、みんなそうだと思うんですけど、まあ、こんなんやってらんねえよって話はもともとありますよね。もっと簡単にできないのかって話はもともとありますよね。で、まあ、そもそもその HTTP アップロードプログレスバーっていうのに関して、そのライアンダールのこれメモなんですけど、 HTTP のアップロードプログレスバーっていうのが、まあ、めちゃめちゃ大変だっていう記述ですね。で、まあ、さっき言った通り HTTP のリクエスト、重たいリクエストしている最中に裏で AJAX を走らせなきゃいけないと。でこれが This is pretty ridiculous ってことだと、リディキュラスってまあバカげてるって話なんですけど、まあ、これはもうアホみたいなやり方じゃないかっていう話をしてますね。まあ、これに耐えられる、実装っていうか、これに耐えられるサーバーサイドの構成が必要になってきたっていう話ですね。まあ、まとめると、まあ、コネクションが多くなってきて、 SNS の時代になってコネクションが多くなってきて、まあ、サイトに滞在する時間が多くなって、従来のアーキテクチャっていうのでは賄いきれなくなるほど C 典型問題っていうのが現実味を帯びてきたわけですね。はい、で彼が選んだのは、まあ、さっきもちょっとありましたけど、イベントループモデルってやつですね。でイベントループモデルっていうのは、リクエストが来るたびにプロセスとかスレッド上げるんじゃなくて、時間のかかるファイルとかネットワーク IO だけは非同期にしておいて、まあ、基本的にはシングルスレッドで全てのコネクションを受け付けるよと。なのでメモリにも優しいし、1万台が一気に接続してきたからといって、いきなりそのリソースをいきなり食い潰すってことはあまりない。で、まあ、そういうことでやって複数の接続を一つのスレッドで賄おうっていうのが彼の目指したモデルでしたと。で、まあ、これ自身は、これ多分知らない人が多いんですけど、ライアンダールが最初に作ったイベントループモデルっていうのは、この LibEBB っていうのがあって、これね、まあ、多分知らないからみんなポカンなんですけど、まあ、C 言語で Unix オンリーしかサポートしてない。ようなやつを作ってました。へーって話ですよね。で、この LibEBB を作った経験っていうのをもとに、ライアンダールはこの後に Node.js では LibEV とか LibEIO、まあ、これはライアンダール作ったものじゃないんですけど、まあ、それを採用しましたと。で、ただそれだけだと、まあ、Linux だったり Unix だったりしかサポートしてない環境なので、まあ、これを Windows でもできるようにしようっていう話で、
ライアンダールは LibUV っていうのを作ります。でこれが LibUV ができたことによって今皆さんの環境で動いている Node.js は Mac であろうと Windows であろうと Linux であろうと Unix であろうと、まあ、いろんな環境で、まあ、マルチプラットフォームでも、動くような高速な非同期 IO っていうの環境が実現されたというのが歴史の授業です。はい、でっていうのをもとに2009年3月 Node プロジェクト始動ですね。これ左がライアンダールで右がティムっていう人なんですけど、これ今左ライアンダールなんか変な顔してるんですけど、これなんか二日酔いだったらしいですね。はい、でまあいろいろこう話があって、まあ、TCP コネクションを接続するのにこういう書き方したらいいんじゃないかなっていう、まあ、Google.com へ80番ポートでコネクトしに行って、それのコールバックっていうかファンクションコールで MyOnConnect っていうファンクションを呼び出して、その中でまあ処理をすると、こういう感じで JavaScript で動いたら素敵やんっていう話ですよね。で、最初はそれを、TCP のソレクションとか HTTP コネクションとかそういうのを詰めて含めて、まあ、V8 で動いてたんで NetV8 って名前で動かしてたんですね。でこれが後に2009年3月ですね、ここの2009年3月ぐらいに NetV8 っていう名前からもっといい名前あるんじゃないのってことで Node っていう名前を推奨されて NetV8 が Node に変わると。で晴れて隠して Node.js 生誕2009年3月。はい、拍手。ありがとうございます。僕が産んだわけじゃないんですけど、はい、ありがとうございます。でですね、まだまだ話は終わらないんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっと一回時間を確認させてください。11分、よし、全然大丈夫だな。ジョイエントとノードの話します。まあ、これで、まあ、一時期その、まあ、このモデルがやっぱり SNS だったりとか、まあ、いろんなリアルタイムアプリケーションを作るのに、まあ、マッチするであろうという話が出てきていて、でそれによって2009年から、まあ、Node.js っていうのは普及し始めるわけですよね。で普及し始めるんだけど、まあ、それのジョイエントっていう会社が、まあ、その Node.js に目をつけます。でジョイエントが目指したのは、まあ、ここでやったのは Node.js のパース node.de ってパースを、ジョイエントっていうのはもともと Amazon だったりとか Heroku みたいな会社で、まあ、その環境をサポートする、あ、環境をこう出してくれるパースの会社なんですね。パースとかイヤースとかの会社なんですね。でその会社が、Node.js に目をつけたのは、 Node.js のやっぱりパースの体制を作ったりとか、あと Node.js の裏のコンサルとかをやってあげることによって、まあ、ゆくゆくこの、会社の、まあ、ネームバリューを上げようとか、まあ、もともとそのブランド力を上げようという意味での、まあ、ジョイエントというのはそこに目をつけたと。で Node.js は Node.js で、今その2009年からずっとやってきたんですけど、基本的には1人とか2人とかで、まあ、それもしかも自分の他の会社の実作業がありながらやってきたと。で、まあ、フルタイムコミットできないっていう話があって、フルタイムにコミットするような体制っていう確率が必要だったので、まあ、そういう意味では2人とも渡りに船みたいな状態で隠してジョイエントの従業員としてフルコミット体制、ライアンダールとアイザックっていう、まあ、NPM を作った人ですね、を2人の体制、2人がジョイエントにジョインします。はい、でちょっとここから、まあ、ここがOSS の開発体制の話になるんですけど、まあ、BDFL ってどれぐらい聞いたことある、 BDFL ってどれぐらい聞いたことある人います？ほとんどいないですね。あんまりいないですね。これね、正確な略称じゃないちゃんとした言い方を、何が B で何が D なのか忘れちゃったんですけど、なんとかなんとかドミネーター・フォー・ライフだった気がするんですけど、まあ、優しい終身の独裁者モデルですね、というふうにまあ翻訳されています。でこれ何かっていうと、まあ、別に大した話じゃなくて、基本的にリーダーっていうのが、まあ、開発した人とかがリーダーになっていて、基本的に一人のリーダーが権利を持って、まあ、右左っていう形で機能の策定だったりイシューの管理っていうのをしていくモデルですね。機能が上がった時に BDFL であるリーダーが最終的に決める、ディシジョンを決める権利を持っているって感じですね。まあ、パールで言うと、まあ、ラリー・ウォールさんですよね。まあ、Ruby で言うとマッツとかが BDFL ですね。まあ、まあ、これ大体が普通の言語の大体が大体 BDFL モデルなんですね。大体その言語を作ったオーサーがいて、まあ、その人の元にまあいろんなこうコミッターが集まって、その人の意思を元にこう実作業していくっていうモデルですね。で、まあ、この頃完全に破壊と創造って、さっき破壊と創造の時代ってさっき言ったんですけど、完全に破壊と創造たくさん行われていて、最初の2009年とか2012年とかの Node.js 触った人っていうのは分かるかもしれないんですけど、 API がかなり深刻に変わってたんですよね。
でパッチレベルのバージョンアップで動かなくなるんですよ。これ普通ありえないと思ってて、バージョン例えば 0.4.0 から 0.4.1 にその一番最後のパッチで上げただけでもなんでか動かないとか、あとモジュール名とかも全然安定してなくって、シスモジュールっていうモジュールがあってこいつを使おうってなってたらユーティルモジュールに変わってたりとか、まあいろいろこうモジュール名とかもあんまり安定しないような時代が、まあ、あったって感じですね。であとよくこれは僕が釣られたクマの状態なんですけど、新機能追加予告でアイソレイツっていう新機能が追加されますよって言われてたんですね。でその時 V0.7 で追加されますって言ってスレッドが使えると、ノード JS ってシングルスレッドなんだけど、まあ、スレッドが使えるようになると、まあまあとりあえずまあなんか、まあ、重たい処理したい時もあるのかなって話で、まあそれの変更自身はへえと思って見てたんですけど、まあこれで新しくノード JS の書き方変わるなとか思ってたんだけど、まあいつぐらいなのかな、まあ、V0.7 の途中でやっぱりやめるっていう感じで、まあ、いろんな振り回され方をしてたわけですよね、まあ、これが振り回されるノード JS デベロッパーズですね、はい、苦笑と、もう本当になんかこんな感じで今地平道を吐きながらやってる感じでしたね皆さん。で、まあ、そんな折に、まあ、一応こう破壊と創造いくつぐらいか繰り返してきたんですけど、まあ、ライアンダールが、その BDFL の、まあ、リーダーから、一旦ステップアウェイします。ステップアウェイって、まあ、あのリーダーをこう他の人に継承させる形ですね。でライアンダールがリーダーだったんだけど、それからさっき NPM を作ったっていう説明があったアイザック・シュルーターっていう人に、リーダーが変更されました。でこれはもう研究フェーズ、さっきの破壊と創造っていうフェーズは基本的には終えたわけですよ、彼にとってはですけど。で終えたし、まあ、これからは安定と信頼っていうのを求めて、まあ、それ自身はそのライアンダールはまあ研究の人っていうか、まあ、割と0から1を作るような人なんで、まあ、それを安定と信頼を求めて、まあ、別なリーダーに宿した方がいいだろうってことになってアイザック・シュルーターに変えましたと。でアイザックはまあストリーム周りとかエラーハンドリング周りでまだまだやりたいことがあるし、まあ、一番ノードにも詳しい、この中で言うとこう詳しいんで、まあ、リーダーやりますっていう話をしてましたと。で、まあ、そこからまた2年後ぐらいに今度アイザックも辞めちゃうわけですね、はい、で今度辞めちゃうんですけど、今度で次が TJ フォンテーンっていうリーダーになりますと。でアイザックが辞めたのは理由はもうすごく明確で分かりやすくて、さっきの NPM っていうノードのパッケージモジュールを会社にすると、もともとノードのパッケージモジュールじゃないんですよ NPM っていうのは。もう JavaScript 全体の支えるエコシステムにするっていう予定で、 JavaScript 全体を支えるエコシステムのための会社を作る、なので俺ちょっと忙しくなるからノードのリーダーできない、まあ、だから今彼は NPM っていう会社の CEO をやってますね。でそこから TJ フォンテーンに変わると。で TJ フォンテーンのもう命題は明らかで、まあ、今までいろいろ続けてきた破壊と創造とかを続けてきたけど、TJ フォンテーンがやらなきゃいけないのはもうノードの V1.0 っていう安定した版上をちゃんとリリースすることだったわけですね、はい、でこんな感じです。ライアンダール、アイザック、TJ フォンテーンみたいな形でリーダーが変わってきてる。これ1代目、2代目、3代目ですね。これ分かりやすく野球の用語で例えると先発、中継ぎ、抑えですねで、そうですね、あんまりこれね、抑えが良くなかったですかね、まあ言えばいいでしょう、はいで、まあ、現在じゃあ今過去の話していきましたと。で現在じゃあ Node.js どうだったのかっていう話を少し振り返ってする、まあ、振り返ってですね、現在 Node.js の話をすると、2012年から2014年ぐらいっていうのは、まあ、Node.js かなり普及してきた時代だなと思っていて、まあ、勝手に普及期というふうに名付けているんですけど、まあ、理由としてはまあいくつもあって、まあ、まず一つが、まあ、Node.js といえばもうこれみたいな感じのライブラリが結構増えてきたわけですよね。一つがソケット IO かなというふうに思います。ソケット IO っていうのは WebSocket を使うためのまあラッパーライブラリーなんですけど、まあ、それ自身はかなり普及してきたなと思います。それでソケット IO を使ったリアルタイムアプリケーションとかも増えてきてるし、例えばモバゲーじゃないですか、まあ、DNA の中で作ってるゲームでも結構そのソケット IO を使ったゲームとかも増えてきているので、まあ、割とそういう意味では、普及っていうのがかなりされてるんじゃないかなというふうに思います。でさらに言うと、まあ、これみんな使ってるんじゃないかなっていうところですね。フロントエンドツール、まあ、グラントとかガルプとかヨーマンとかバウアーとか、そういういろんなフロントエンドを支えるツール群としてもまあ使われ始めたよねっていう話ですね、この辺ぐらいから。あとは昨日発表ありましたね、エレクトロンっていうやつがあったと思うんですけど、まあ、そういう意味でデスクトップアプリケーションにも Node.js が使われ始めたと。
もともとサーバーサイド JS とか言ってたんですけど、もうサーバーサイドじゃないわけですね、この辺から。もうフロントエンドのツールだったりとか、デスクトップアプリケーションなので、まあ、サーバーだけじゃないっていう使い方が増えてきた。で、まあ、エレクトロンだったり、まあ、皆さんがもしかしたら使ってるであろう Slack のアプリケーションは実はエレクトロンでできてるんですよ。はい、嘘です。嘘じゃないです。あとは AWS Lambda っていうのがあって、これはその、まあ、Amazon Web Service のリソース、例えば DynamoDB だったりとか S3 っていったようなそのリソースに対して画像をプットしたりとか DynamoDB の更新をかけたりとかすると、その更新かかったよっていうイベントをフックして関数を実行する、ラムダ関数を実行するっていうためのコンポーネントです。AWS のコンポーネントで、 AWS ラムダっていうのも中では Node.js が動いていて、まあ、これもかなりその AWS の1コンポーネントになるぐらい Node.js っていうのは普及してきているという話ですね。あともう少し言うと、まあ、テッセルっていうのはラズベリーパイとかの使ったことがある人だったら、まあ、触りやすいかもしれません。まあ、ラズベリーパイの中で、まあ、ラズベリーパイのノード版って言ったらいいんですかね、まあ、ちょっと言い過ぎか、まあ、そんな感じですね。ハードウェアの中でノード JS がちゃんと動くようになっていて、 NPM の、パッケージとかもこのテッセルの中で使って動くと。なのでこのテッセル使うとなんかカメラモジュールとか、 なんか赤外線とかいろんなモジュールガショガショさせて NPM インストールして実行ってやるだけでそのカメラが動いたりとか赤外線動いたりとかするんで、まあ、かなり面白い、まあ、おもちゃとして遊ぶのにも面白いし本格的に使うのでもいいかなっていうところでテッセルっていうのも増えてきた。これも中で Node.js が動いてます。なので、まあ、Node.js for everything っていう言葉が結構あるんですけど、まあ、本当にいろいろ使われるようになったなっていうのが、まあ、2012年から今ぐらいまでの感想ですね。まあ、主にイベント駆動で動作するもの、まあ、サーバーに限らず使われるようになったなというイメージですね。でただしですね、ここからですよね。ここから、開発者間でもう溝っていうのが生まれ始めるわけですね。はい、まあ、簡単に言うと安定を求めるエンジニアとカッティングエッジ、つまり最先端を求める、最先端の機能とかを追い求めるようなエンジニアとの間でのやっぱり溝っていうのが徐々に生まれて始めてくるわけですね、ここの辺から。まあ、特にエンタープライズでの活用っていうのはやっぱり大きくて、 Node.js 実は、まあ、みんな知ってるかどうかわかんないです。 IBM のあるコンポーネントで動いてたりとか、あと PayPal っていう、決済システムの中の Node.js だったりとか、あと Walmart っていう、まあ、世界でかなりシェアの高い EC サイトの中で動いてたりとか、 Microsoft でも使われてたりとかっていう形で、まあ大企業でいろいろ使われるようになったってことですね、そもそもが。で、まあ、そうなってくると、まあ、大企業の方々っていうか、まあエンタープライズで使われる方々にとっての、まあ、一番の命題は安定性ですよね。さっきみたいにパッチのバージョン上げたからなんかEC サイト落ちましただとまあもうやってられないわけですよ。だからまあエンタープライズでの活用っていうのが増えてきてて、それの安定性を求められるようになってきた。で、まあ、この辺ぐらいからやっぱり Node.js のコアに求められるものっていうのはすごい増えてきたなっていうのが僕の印象で、まあさっきのスタビリティ安定性もそうだし、 ES6 使えるようにしてほしいみたいな機能面での拡充をしてほしいっていう人もいるし、あとあのウェブアプリケーションの ウェブの API と親和性を高めてほしいみたいなアイソモルフィックみたいなこと言ってる人もいれば、あとエラーハンドリングをもっと簡単にしてほしいとか、いやいや俺は性能が欲しいとか、まあ、いろんなことを言われるようになってきたと。で、まあ、特に、まあ、さっきの安定性と機能っていうのは結構難しい問題が抱えていて、ここから2014年のこのちょっと大きい山を境にコアの開発っていうのがもうほとんど行われなくなっちゃってきてますよね。こうなんか2012年とか2013年とかにあるでかい山がいくつかあるじゃないですか。そのでかい山をもう越えて2014年を越えたあたりからあんまり、これコミットグローブなんですけど、コミットがされなくなってきていると。でコアの開発が完全に停滞していますと。でもっと言うとリリーススケジュールっていうのもよく分からなくなっていて、いつ出すんだよ次のバージョンはっていう感じに2014年とかなってました。でイシューとかフィーチャーがすごい増えてきていて、こういう問題があるんだけどどうしたらいいかって言っても応答ないとか、まあ、そういうあんまり良くない状態っていうのが、ノードの中で結構行われてきたと。まあ、もちろんこのままではダメですよね。まあ、僕とかはずっとノードで追ってきてたんで、これどうするのかなって思いながらずっと見てたんですけど、このままではダメだなと思いながら見てましたと。でその時に、まあ、ちょっとこれから細かくなるんですけど、2014年の、まあ、クォーターごとに割っていくと、まあ、サードクォーター、つまり9月ぐらいですかね、に、ノードフォワードプロジェクトっていうのが、まあ、発足されて、ウェブサイトができます。で、これは、今までノード JS っていうのが、そのさっき言った BDFL モデルでやっていたノード JS から、何人かのコアコミッターが、まあ、抜けるわけじゃないんですけど、コアコミッターが、もう俺たちがノードを進めてやるって形で、
ある特殊な団体ができたんですね。ノード JS を推し進めるべくできたノード JS、ノードフォワードという団体ですね。で、まあ、もちろん目的はこの停滞からの脱出ですよね。で、ノードフォワードのサイト行くと書いてあるんですけど、ノードフォワード is a broad community で、まあ、ノードを改善するためのノードとか JavaScript とか、その彼ら その JavaScript を中心としたエコシステムを改善するためのコミュニティですっていうふうに書いてあります。ノードフォワードっていうのは。で、まあ、ここから怒涛の話があって、Node.js をノードフォワードの団体がフォークするわけですね。で、フォークして IOJS っていう名前に変えてリリースする。これが2015年1月ですね。はい。ノードフォワードがノード JS をフォークして IOJS としてリリース。つまり、もう構造が明らかになっちゃいますよね。ノード JS っていうところと、コミュニティを中心としたメンバーで構成された IOJS っていう形に、2つ分、まあ、分裂って言っちゃったら分かりやすいですね。分裂みたいな形になっていますと。で、IOJS V1.0 のリリースは2015年1月13日ですと。個人的には IOJS のランと名付けたいって書いてありますね。なんで俺こんなの書いたんだろう。はい。ですね、Node.js との違いは何かっていう話なんです。IOJS で一番 Node.js と違うところは何かって話なんですけど、まあ、基本的に機能面での違いっていうのは、まあ、挙げると細かいところたくさんあるんですけど、一番違いがあるのは、さっきから言ってる BDFL モデルからの脱却なんですよね。まあ、つまりリーダー一人体制っていうのからの脱却ですね。さっきから見てもらうと分かるんですけど、IOJS っていうのは BDFL って、まあ、僕がこうラベルつけてるような人いないですよね。で、一応明確なリーダーっていうのは、まあ、IOJS の中にはいない、まあ、リーダーっていうか、まあ、その人の意思決定一つだけで決まるようなリーダーモデルっていうのはないわけですよね、IOJS には。で、じゃあリーダー不在の中でどうやって機能や意思を管理するのかと。皆さん会社の中で多分リーダーとか、まあ、自分がリーダーだっていう人もいるかもしれないんですけど、その人いない状態でどうやって機能開発進めていくってなったら、なんか混乱しそうなイメージありますよね。ありますよね。ね、はい。はい。で、どうやって機能や意思を管理するのかっていうところで、IOJS には、まあ、いくつか法則っていうか、まあ、ルールみたいなのがあって、まあ、この3つぐらいのルールで構成されてますね。テクニカルコミッティ、まあ、大津さんが所属しているテクニカルコミッティと、ワーキンググループと、あとセマンティックバージョニングっていう3つですね。これちょっと覚えておいて、書いていてもらいたいんですけど、テクニカルコミッティっていうのは、そもそも何かって話をすると、リーダーはいないんですけど、さっきから言ってる通り、リーダーいないんですけど、コアメンバーで構成された技術委員会っていうのがあるわけですね。まあ、テクニカルコミッティ、技術委員会っていうのがある。で、これは大体16人ぐらいで構成されていて、まあ、以前からやってるコアコミッターの人もいれば、新しく入った人もいれば、まあ、大津さんみたいにこう日本から代表して入ってきてくれる方もいるというような状態ですと。で、テクニカルコミッティが何してるかっていうと、まあ、さっき言ったリーダーの役割ですね。機能の管理だったりとか、イシューっていうのをハンドリングする人たちですね。まあ、言ってみれば、国会みたいな感じですよね。なんか法案をどうするかっていうのをこう決めていくみたいなところですね。で、まあ、さらに言うと、そのコラボレーターっていうのがあって、で、それは TC っていうのはさっき言った技術委員会なんですけど、コラボレーターっていうのはその TC のメンバーと一緒に実際にコード編集、修正、機能追加とかしていく人たちですね。これも40人ほどいて、まあ、ここちょっと分かりやすいって言うと、ここに僕がいますねっていう。僕はコラボレーターでもあります。はい。で、まあ、TC の手が回らないようなところをやっていくような人たちですね。一応、マージ権あります。で、あとは、特殊な、あとはワーキンググループっていうのがあって、ワーキンググループには、まあ、IOJS に20個近く、今、ワーキンググループがあります。エヴァンジェリズムだったりとか、ウェブサイトとか、ベンチマーキングとか、ビルドとか、あと、なんだろうな、ドッカーとか、なんかダイバーシティとか、まあ、いろいろ、本当たくさんある。あとは、なんか、インターナショナリゼーションとか、あります。で、まあ、分かりやすくとここにエヴァンジェリズムのところに僕いますね、これ。はい。ミーと。で、まあ、こう、ちょっと、ちょくちょく僕をアピールしていくんで。はい。で、このワーキンググループが、おのおのの目的に合わせて、実際活動していくっていうところですね。まあ、いわば内閣みたいなところですね。国会と内閣の関係みたいな感じです。で、最後のセマンティックバージョンに、まあ、国会内閣ときたら、なんか裁判所みたいに言いたくなるんですけど、まあ、裁判所ではなくて、まあまあ、一番こう、IOJS がこれを規範として必ずやらなきゃいけないっていう決まり事ですね。まあ、セマンティックバージョニングって、まあ、なんとなく知ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、バージョンですね。バージョンって、例えば 1.2.3 とか、
3.4.1 とか、まあ、いろいろこうバージョンあると思うんですけど、そのバージョンに意味を持たせようとするのがセマンティックバージョニングっていう話ですと。で 1.2.3 メジャーマイナーパッチっていう形でバージョンが決められてますと。でこれは一応それぞれのバージョンのことに意味があって、パッチが変わる、一番ケツのパッチが変わるっていうのはバグが修正された時ですと。で真ん中のマイナーが変わる時っていうのは、まあ、機能が追加された時ですと。で一番先頭のメジャーが変わるっていう時は API の互換が崩れる時っていう意味合いがちゃんとあるわけですね。メジャーが変わる、マイナーが変わる、パッチが変わるということで、例えばそのなんか記念リリースとしてバージョン 2.0 にしますとかっていうことは Node.js はなくて、ちゃんとバージョンがバージョンのメジャーのバージョンが変わってるってことは記念リリースじゃなくて、皆さん の API が壊れて、皆さんが使ってる Web アプリケーションが壊れる可能性が知れないですよっていうことで、 API が壊れてますよって、 API の互換が崩れてますよってことを示すときにセマンティックメジャーのバージョンが変わる。でまあ、基本的にこのセマンティックバージョニングっていうのにすごく沿ってバージョン管理されていて、まあ、API の互換が崩れるっていうのがやっぱり避けたいわけですね。安定性を求めてるってところも含めて。で API の互換が壊れるとメジャーバージョンが変わるっていうのがあるので、まあ、互換を壊してないかっていうのをプルリクエストが投げられた時とかに最新のチェックを払って、こう最新のこう注意を払ってこうチェックされるんですよ。でまあ、これ自身がもういわば憲法みたいな感じですかね。そのこれに絶対従ってくださいよっていうところ でしかも拡大解釈もちょっとあるってところも含めて憲法に近いなっていう、はい、でまあいろいろ説明しましたけど、まとめるとテクニカルコミッティっていうのは、まあ、さっき言った通り国会みたいなモデルで、法律、イシュー、フィーチャーをハンドリングしてて、ワーキンググループは内閣、実際の作業を実施して国会に法案を提出するってありますけど、まあ、ウィッシュを管理して登録をしたりとか、まあ、フィーチャーリクエストしたりとか。で、セマンティックバージョニングは、まあ、さっき言ったとおり、ちょっと憲法で、まあ、たまに拡大解釈があるところもいけるなっていうところですね。で、まあ、これってまさにこう、ガバメント、政府みたいなモデルですよね。はい。で、政府みたいなモデルなんだけど、まあ、これが、僕らの目の届かないところでやられてても、何も管理できないわけですよね。僕らの目の届かないと、コミュニティの目の届かないところでやられてても、これがちゃんと回ってるかっていうのは、僕らに周知されなければいけないわけですよね。まあ、日本もそうですよね。はい。で、それを、強烈に推し進めているのが、オープンガバナンスモデルって呼ばれてるやり方で、これは簡単に言うと、さっきの TC、国会でのミーティングを、中継してくれてるところがあるわけですね。その国会でのミーティングというのは必ずハングアウトで、Google ハングアウトでやられて、その結果は YouTube とかで公開されるんですね。で、毎週ミーティングが開催されて、現在 IoT 何が議論されているのか、何が行われているのかっていうのが周りから見えるようになっている。なので、コミュニティのメンバーから見ても、一応そのこのモデルが動いているってことが担保できるわけですね。で、さらに議事録っていうのが、GitHub に管理して公開されているので、例えば僕みたいなノンネイティブな英語そこまで得意じゃないよって人だとしても、この読み書きができれば、読むことができればその中で何が行われているかっていうのが分かるようになっている、まあ、そういう形でチェックする機関っていうか、まあ、ちゃんとオープンにしていくっていう機構が揃っているって感じですね。でまとめると IOJS っていうのは Node.js のフォークで、そしてオープンガバナンスモデルっていうのを採用することで透明性の確保とコントリビュートの敷居を下げるっていう効果と、あと BDFL っていうのの代わりを担っているっていうのが、まあ、やりたいことでという話ですね。で、これ結果としては結構かなり成功していて、まあ、1月13日にさっき V1.0 IOJS のランっていうのがリリースされたっていう話ありましたけど、すでに今7ヶ月経ってますと。8ヶ月なんで7ヶ月経っていますと。で、もう今バージョン 3.1.0 なんですね。バージョン2バージョンも変わってる。でかなりリリース頻度が上がっていて、まあ、さっきの話じゃないですけど、まあ、1個でかく山が出て、これ V1.0 のリリースした後ですけど、まあ、その以降もちょくちょくすごい大きな山が出てきていて、まあ、リリース頻度っていうのが上がっていい傾向になっているっていうふうに、まあ、今感じます。でかつさっきのオープンガバナンスモデルっていうのを採用したことによって、まあ、割とその見える形になってイシュが管理されるので、まあ、自分も参加したいとかやってみたいという人も増えてくるようになってきて、まあ、新しいコミッターとかも生まれてきていますと。でいい細胞循環ができているんじゃないかっていうところで、BDFL モデルから脱却したことで、まあ、ある程度その今のところは成功を収めたモデルになっているなというふうに感じます。でここから最後未来の話をします。未来の Node.js は何かという話をすると、一応、僕のブログとかをつぶさに見てる人は分かるかもしれないんですけど、まあ、この前、
もう未来の Node.js、 Node の 4.0 っていうのを出しますっていう話をしてるんですけど、 Node の 4.0 っていうのも IOJS をベースにしたものになるっていうことに決まりましたと。なのでフューチャーノードっていうのは IOJS のことになりました。でさっきの、まあ、うまくいってるって言ってたモデルもそのまま踏襲された形で運用されます。でかつもう一個ちょっと推し進めた強力な基盤を推し進める形としては、さっきのテクニカルコミッティとかを支えるノードファウンデーションっていうのができます。でこれは、企業のバックエンド、企業を広報支援として、各種ワーキンググループとか TC への財源、まあ、お金の出所ですねを確保するところですになってます。で例えば、まあ、僕らが今それもあのノードファウンデーションからのお金何使ってるかっていうと、まあ、僕ら一応そのジェンキンスとかでビルド管理とかしてたりとか、まあ、あとそのテストを管理したりとかするんですけど、そういう CI のホスティングとかっていうのもそのノードファウンデーションからのお金でやられてます。あとはコラボレーターの、そのこの前 IOJS コラボレーターサミットっていうのがあったんですけど、それの渡航費とかっていうのは全てこのノードファウンデーションから出ているって感じですね。コミッターの支援をしてくれるところになりました。で、まあ、一応それ一応あの1個問題も解決していて、さっき言ったみたいなフルタイムコミッターが必要になった時とかにはこのノードファウンデーションの支援を受けてフルタイムコミッターっていうのが、まあ、あのここから給料が出て運用されるって形になるので、まあ、一応そういう人も雇えるようになったっていう体制ができたって感じですね。なので、まあ、なんだろう、これはうまく大学に調整できないんだけど、まあさっきのガバナンスみたいなモデルのところに対してちゃんと財源っていうのを確保してくれるところができた。これがまあちょっと変わってるところですね、今までとは。でもう一つ、変わってるところがあって、ロングタームサポートっていうのがされるようになりました。まあ、Windows とかもそうだと思うんですけど、ロングタームサポートっていうのは、まあ、さっき安定性を確保したいって言ってる人たちと、とは言ってもエッジなものが欲しいって言ってる人たち、まあ、それぞれいると思うんですけど、それぞれのための場所ができたって感じですね。例えば一番上の2つは NEXT と MASTER って書いてあるんですけど、 NEXT っていうのは、まあ、基本的にその次のバージョンの上がる時のやつなんですね。例えばバージョン今 3.0 が出てるとしたら、次のバージョン 4.0 が NEXT っていうブランチで運用されるやつなんですね。でこれはもう完全にハッカー向けで、例えばここにはもうバージョン 4.0 になるってことは API さっき言った通り壊していいわけですよ。で API 壊していいってことはそこに対して、まあ、いろんなエッジな機能を追加したりとか、まあ、してもいいわけですね。なんかそういういろんなこう、まあおためまあ、エクスペリメンタルな、まあ、ことができるような場所っていうのがちゃんとできるようになった。NEXT っていうのができるようになった。でその NEXT から、ある程度あの落ち着いた NEXT が落ち着いたらそれが MASTER に落ちて、それがまあいわゆる一般の人たちが使えるようなものになると。でこれはステーブルブランチで、あのアンステーブルブランチでステーブルブランチができるようになったっていうまず話が一つと、あと、バージョン 0.10 とか 0.12 みたいな昔のレガシーなやつもサポートされるようになりましたと。でこれはメンテナンス期間っていうのがちゃんと設けられていて、まあ、これがロングタームサポートなんですけど、まあ、リリースされてから、1年半ないしは2年ぐらいかな、1年半でしたっけ、1年と半年で、まあ、一応その期間はちゃんとメンテナンスされますと。でちゃんとそのリリーススケジュールが明確になって、メンテナンス期間も明確になっているので、まあ、その期間を設けて、ちゃんとこう移行期間をちゃんと設けて、その期間に当ててちゃんと、運用ができるようになったっていう形ですね。ロングタームサポートっていうのが、まあ、これ自身はなんか割とエンタープライズ向けというか安定性を求めるような人たちに向けた支援もできるようになったと。なので、まとめて LTS はまとめると、そういう形でそのいろんなエッジな人たち向け、普通の人たち向け、安定性を求める人たち向けにいろんなものっていうのができ、あの、その、いろ、それ、そのためのいろいろな箱ができるようになったっていうのが一つでかいところですね。まあ言っちゃうと大人になったわけですよね、まあ、簡単に言ってしまうと。 Node.js は今までそのすごい破壊と創造とか繰り返してきたりとか、まあ、いろいろやってきたんだけど、わりかし大人になりましたっていう話です。で Node.js V4.0 のフィーチャーをちょっと紹介したかったんですけど、めちゃめちゃ時間かかっちゃうんで、とりあえず押さえておくと、まあ、ES6 のコンパチビリティ、つまりあの昨日もちょっと ES6 の話あったと思うんですけど、あのいろんな新しい JavaScript の構文っていうのが使えるようになりました。であとは、ストロングスクリプトって呼ばれて JavaScript をより強固にするため の実験的な試みとかも追加されるようになっていて、まあ、かなり、エッジな機能っていうのも含まれていますと。あとはあのストリームをより簡単にシンプルに使えるようにするための、仕組みが入ったりとか、あと、まあ、もちろんパフォーマンスも上がっています。あとはデバッガビリティ、まあ、つまりバグを追跡するための仕組みっていうのはいろんなところに
随所に入っていて、トレーシングするための機能っていうのが増えていますと。なので、まあ、デバッグアビリティもかなり向上している。なので、まあ、Node.js V4.0 の細かいフィーチャーに関してはちょっと後で僕が記事に書くのでそれも読んでもらいたいと思うとして、まあ、いろんなものが含まれていて、機能も増えているし性能も良くなっているしデバッグアビリティも上がっているよっていうところですね。で、 Node.js V4.0 じゃあいつリリースされるのって話なんですけど、まあ、これもまだあまりなんかあれなんですよ、ね、一応9月とかって言ってる人もいれば10月って言ってる人もいますって感じですまあ多分一応あと1ヶ月か2ヶ月ぐらいでリリースされるっていうふうに思ってていいです。で、そうなってくると、まあかなり進んだ形になりますよね。で、一応まとめますと、どうしてこうなったって話をすると、やっぱり Node.js に対して、まあ、ニーズが増えてきてコアに要求されるものが増えてきたっていうのが一番大きいかなと思っていますと。で、そこから、BDFL モデルに変化してっていうのが、BDFL モデルに限界が来てていて、それに変化させなきゃいけなかったっていうのが元々の理由ですね。で今後どうなるって話からすると、まあ、テクニカルコミッティによるちゃんとした管理ができるようになって、ワーキンググループで関われるようにもなったし、 LTS とかで、エッジなどを触りたい人は LTS のネクストブランチを触ってればいいし、メンテナンスのやつを触りたい人はメンテナンスの、ブランチを触ればいいっていう形で、まあ、いろんなところにこうちゃんとした枠組みが取り組まれるようになって、まあ、割と大人になってきたというところですね。で、まあ、一応ここで僕のNode.js の発表っていうのは一旦終わりなんですけど、まあ、一番言いたいのは、こういう、こう、Node.js のコアに対して、まあ、やれることが結構増えてきたわけですよ。今まではコードをコントリビュートするとか、まあ、石を投げるとか、まあ、いわゆる GitHub 上でなんかいろんなことをしなきゃいけなかったんだけれども、例えばそのワーキンググループには日本語を翻訳してくれるワーキンググループとかもあったりとか、まあ、他にもいろいろそのトレーシングする、そのバグをトレースするワーキンググループだったりとか、 Docker とかダイバーシティみたいな、そんないろんなワーキンググループが増えていて、関わり方っていうのが多分皆さんにも関われるようになってきていると思うんですね。いろんな 広い関わり方ができるようになってきていると。で、まあ、バグをレポートしたりとか、プロリクエストを投げるだけがコントリビューションじゃないので、そういう形でもし興味があれば参加してほしいなというふうに思うのが僕の一番言いたいことですという話ですね。はい。で、ここからは僕と大津さんのフリートークをしようかなと思ってるんですけど、いけますか？はい。時間通りですね。はい。でですね、どういう話しようかなっていう話をしたんですけど、まあ、一応大津さんから挙げていただいたところがいくつかあって、まあ、ノードの魅力はっていうところと、なんでノードの開発を、まあ、僕らは始めたのかっていう話をしたいなと思ってるんですけど、ちなみに大津さんってノードの魅力って何だと思ってますか？僕はさっきのコミットログを見たときに、ちょうど2011年ぐらいにピークになってた時あるんですけど、そのぐらいからちょっと入りました。本当はもっと、Node.js コミュニティはいつからだっけ？コミュニティ自体は2010年とかですね。2010年ぐらいから皆さんやってたみたいで、結構日本からもアーリーアダプターすごくやってたんですけれども、それから1年ぐらい遅れてからやるんです。でもちょうど一番ピークぐらいの時に入ったので、本当にガシ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 毎日、毎朝 GitHub 見て、そのディフを見て、で、まあ、大体バグだらけなんですね。テストが動かないんで、でそれを直したプロデュースしたっていう、まあ、それがある意味きっかけですね。だから自分がやってることがこういう、こう本当に進化していくところの、その中にあるっていうのがまず一番のモチベーションでしたね。ただやっぱり JavaScript 自体が進化していくし、その周辺にいろんな POSIX の API だったり、いろんなライブラリーがあって、今までとは全然違うアーキテクチャなり、その、機能っていうのが、まあ、自分で実装できる、しかもそれを試して、それをまたフィードバックできるっていう、まあ、そこが非常に魅力でしたね。そう、ちょっと僕も羨ましいなと思うのは、僕その時にはまだ Node.js をただ使う側の人だったんですよね。で、僕はどちらかというと、Node の魅力は最初にやった時はもともと JavaScript を学びたかったんですよね。なんか元々は Java のエンジニアで JavaScript っていうのをやってみたかったんだけど、いきなりブラウザーをやろうとしても、まあ、いきなりサーバーサイドの人がブラウザーやろうとしてもやっぱ失敗しそうだなと思ったんで、最初は Node.js から入ってみるかと、この時出てるしみたいな感じ。あと Web… 絶対そうですよね。ですよね。今日でも来てらっしゃった方ってどんなオーディエンス聞いてみましょうか。Java Node.js やったことあります？いや、だからパーラーから来ます。パールを触ってる人、パール使ってる方って今日
ああ、やっぱりさすがヤプシーですね。はい。3割ぐらい。Node.js の仕事で使ってる方って。今日は Node.js 使ってる方。お、結構いますね、でも。あ、そうですね。同じぐらい。同じぐらいですね。負けず劣らずですね、こちら。はい。はい、やっぱり導入として非常に緩い言語なので、うん、緩い言語でかつ、まあ、非常にプリミティブな API で、ソケット通信から、まあ、ハイレベルの SSM の通信まで、全てできるといったところはやっぱりノードの魅力なんじゃないかなと。そうですね。なんか WebSocket とかが流行ってたっていうのもあって、なんかさっきのソケット IO を僕はやっぱりやってたんですよね。はい、まだ大丈夫ですね。で、あとはまあ、じゃあなぜノードの開発を始めたのか、まあ、さっき大津さんは今流行ってるなんか進化が激しかったところに入ったって話なんですけど、僕は逆に IOJS からなんですよね、なんか入ったのは。で、本当最近なんです、2015年の1月からなんですよ。だから僕自身がコラボレーターになったのも3月とか4月とかだった気がするんですよね。で、その時は何だろうな、なんで始めたのかっていうと、まあ元々はやっぱり、Node.js の、まあ、その時にはもうすでに代表 Node.js ユーザーグループ代表だったん でその時にNode.js と IOJS どっち使ったらいいのってやっぱり質問がやっぱり多かったりとかしていて、混乱を食い止めたいなと思ったんですよね。どっちを使ってもいいっていうふうにしたかったんですよ。 Node.js を、使っている人が IOJS に例えばさ性能とか新しい機能とか求めて IOJS に行きたければ上げるだけで IOJS が動くっていうふうにしたかったんですよね。つまりその API が壊れたりとかっていうのを全部防ぎたかったんですよ。 Node.js の中で、動いているはずのものが IOJS で動かなくなるっていうのを防ぎたかったんですよね。まあ、もちろんその全てを防ぐことは難しいんですけど、まあ、自分の目の届く範囲でもいいから防ぎたかったっていうのがもともとやりたかったんですよね。まあ、一応結果としては割といくつかコントリビューションもできたし、まあ、今コラボレーターにもなったので、まあ、一応面白かったかなとは思ってはいます、ね、そういうとこですね。まあ、ぜひね、コラボレーターは実はあれですよね、手を挙げれば参加できるんですよね。まあ、手じゃないですけれども結構昔よりはかなり敷居が下がってるというか、そうですね、非常に文句が広がってますので、GitHub 上でかなりアクティブにレビューしてもらったりとかすればすぐコラボレーターとして、まあ、僕もノミネーションの一応権利あるので、ぜひ日本の方からも一、ね、人でも増やしたいなと GitHub ですね、そう言ってますので、ぜひ協力してください。そう、本当そうなんですよ。なんかこの英語の辛さとかいろいろな辛さを一緒に共有したいわけですよ。なんかノードの開発をいろいろ始めたいっていうのももちろんあるし、まあ、皆さんにも参加してもらいたいなってもあるし、全然参加できる領域たくさんあると思うんですよね。テスト直すとかドキュメント直すとかだけでもいいし、もちろんで、あとはちょっと話を先に進めますか。あと OSS のフォーク騒動の当事者となってみてどうだったのか、どうだったんですか。あ、これはやっぱり今まで、まあ、このニュース聞いたことある人は、ああなんだ分裂したのかと、なんかお家騒動がすごくあるなっていうので、まあ、ある意味やってた当事者からすると非常にネガティブなこうフィードバックというか皆さんの印象っていうのをすごい気にしてたわけですね。もともとジョイエントっていう、まあ、会社の規模に入るっていうのも反対が多かったんですね。ノードって結構コミュニティをすごく大事にして、コミュニティベースでいろんなことをやろうっていうのが、まあ、古くからある、まあ、みんなの共有してた思いで、まあ、それがある意味、まあ、ちょっと3代目ぐらいになってくるとちょっと企業職だったりビジネス職が強くなってきたと。でやっぱそれに対しての反発もあって、フォークという、まあ、最終的にちょっと結構ドラスティックな動きに出たわけです。で、まあ、僕はある意味最初は傍観者だったんですけれども、途中もすぐコラボレーターに推薦されて、まあ、実際その騒動として iOS 側でいろんな開発をする形になってきました。で僕らがやれるのは何だろうかって、別にコラボレーターやコミッター同士で話し合ったわけじゃないですけど、やっぱりこの騒動をできるだけ早く収束させないといけないと、これが長引くか長引くほど分裂して放棄してどっち使ったらいいのか、そんなノード危ないからそんな使えなくなるよ、使わない方がいいよっていう、こういう声をできるだけ確決にはどうしたらいいかっていうのはやっぱり開発するしかないんですね。圧倒的な開発の差を、ジョイエントノード側と iOS 側で見せつけることによって、これはやっぱりコミュニティがみんな iOS 側をですね、サポートしてくれると、まあ、そういう、こう雪だだれ式なそういう、こうなんていうかな、こう流れっていうのが出てきたわけです。なので僕らとしてはもうできるだけ短期決戦で、統合っていうのが終わるためにどうするかっていうのをまあ中心に関して考える。最初から統合を見据えた騒動でしたもんね。もう俺たちが IOJS として名前を売っていくっていうよりかは、もう本当にノードにマージするっていうのを基本的に目的としていて、ただ認めさせなければいけないっていうところで、もう本当に短期決戦でガーッとやってましたね。
はい、じゃあ最後の質問の方がいいかもしれないですね。時間的にやっぱりうまくいくのか将来的な懸念っていうところでいくと、大津さんどう思いますか？はい、やってるそうですけども、やっぱりこういう騒動があると非常にアドレナリンが出るんですよね。もう戦い倒せじゃないんですけども、やっぱり短期決戦でみんながあってやるんで、本当に朝昼晩24時間で開発サイクル回してあって形あります。で、まあ、ある意味7月ぐらいに、まあ、共和制ドーンとこう打ち上げて、ファウンデーションみたいな感じで先ほど言った内閣制に変わったことが決まったんですけれども、やっぱりその後の喪失感というか、この月ちょっと何をこうどういうふうに管理しててね、本当に MTS って1年半も誰が面倒見切れるのかというのがやっぱりちょっとした不安にありますね。だからやっぱりコラボレーターを増やしていって、細胞をこういろいろこう新陳代謝を良くしていくというのが、やっぱこれから本当に求められるところかなというふうに思います。そうですね。じゃあちょっと会場からも何か質問があればっていう形で、一旦僕らの発表としてはこれで、終えたいと思います。なんか会場から何か聞いてみたい、僕らに聞いてみたいみたいなことがあれば、はい、お願いします。あ、どうぞどうぞ。はい。今マイク来るんです。すいません。簡単には言えないと思うんですけど、その企業の意見を配って、きちんとサポートされてる方が、メリットが多いのか、それとも、できれば優先とかです。うん。だけで、その成立するのは本当はそうなのか、みたいな、何か、そうですね。今の質問は、企業の庇護を受けながら、OSS 開発した方がいいのか、それとも、有志の何人かでやった方がいいのか、どっちの方がうまくいくのかなっていう、まあ、質問だと思うんですけれども、基本的には、まあ、あんまり答えはそういう意味では持ってないんですけど、なんか JavaScript みたいなのって、JavaScript って基本的にこういうモデルなんですよね。JavaScript も一人の人が、ブレンダーアイクさんっていう人が作って、今ではみんなで仕様を決めているみたいな感じになるわけですよね。だからその仕様を使っているものが多い言語っていうのは、割とそういうふうになっていく傾向があるのかなと思ってるんですよね。今みたいにこう、まあ、企業の庇護を受けてっていうわけじゃないですけど、まあ、いろんな人が持ち寄って BDFA モデルじゃないモデルで開発するっていう話が結構増えてるんじゃないかなと。あと結局その元々その企業の支援を受けてないとは言っても絶対ゼロじゃないんですよ。実は受けてるんですよね。ちょっとした時間を割いてそっちにやらせてもらってるっていうのが多分正しい考え方なんだと思うんですよね。例えば僕は DNA で OSS 開発もしてますけど、まあ、それはDNA の時間を使ってるって言い方あれですけど、まあある程度その余裕を見た上で、まあ、自分の時間を確保して、でその自分の時間を OSS の時間に当ててるっていうのが結構多いような気がしていて、でそれはやっぱり企業の庇護を受けてるか受けてないかで言うと、やっぱ自分の飯はそれで食ってるわけじゃないので、まあ、何かしら受けてるんですよね。でそれをちゃんとした形で明文化するかしないかの違いなのかなとちょっと思ってはいますと。で、まあ、そういう意味では Node.js は明文化するモデルっていうのを取ったんだけど、まあ、他のところは割と明文化しないでやってるとか、まあ、あといろんなこうパトロンがいたりとか、パトロンっていう言い方が分かれたかもしれないけど、まあ、いろんなところから庇護を受けてやってるのかなとは思うんですけど、まあ、結局切っても切り離せない問題なんだろうなと思ってるんですよね。その曖昧なんですよ。なんか必ず絶対俺たちはゼロの資金でボランティアでやってますみたいなところってなかなかないと思うんですよね。なので、まあ、明文化するかしないかの違いかなっていうところですね。僕からの答えは何かありますか？まあ、簡単にですけれども、別に企業の規模で暮らすのは全然悪くなかったと思うんですよ。やはり問題だったのは自由がなくなりそうだったと。なくなったわけじゃないですけれども、やっぱり、イシューが解決されない、プルリクエストが周りにできない、今後のロードマップが全然見えてない、それはやっぱりかなりエンジニアとしては不安にさせるわけですよね。なので、その辺の自由と、まあ、企業のサポートっていうのは、まあ、ある意味ベクトルは違うんですけれども、やっぱり相互に影響している。それがいいふうにサイクルしていれば別に企業のサポートの下できちっとやってもいいと思うんですけれども、やっぱりノードに関しては自由、もう自由にこうエンジニア、技術的な視点でいろんなことができるっていうのをコミュニティが全てサポートした、その結果こういう共和制に変わったっていうからですね。はい、他に何か質問がある方いらっしゃいますか？はい、じゃあ一旦彼、はい、あっちの方が多分ちょっと早かった。ノードも 4.0 っていう話なんですけど、そこで ES6 がどれくらい入るのかっていうところと、はい、
あとはネクストブランチとか、はい、まあ、これ昔はなんかハーモニーオプションとかあったんですけど、そういうので ES7 がどこまで入るか、 ES7、 はい、これね、いい質問ですね。美味しいパスありがとうございます。そうですね、すみません。今の質問は、新しい、Node.js の V4.0 で、新しい JavaScript の構文である ES6 がどれだけ使えるのかっていう話と、ES7 も含めて、まあ、回答お願いしますって話だと思うんですけど、まあ、V4.0 に関して言うと、コンパットテーブルっていうのを見てもらうと早いんですけど、まあ、一応、宣伝しておくと、まずクラスが使えるようになります。あと、ブロックスコープっていう、さっきレッドとかコンソとかのブロッキングスコープっていうのが使えるようになります。まあ、これこの2つが結構サポートされるだけでも、割とその JavaScript っていうのを書きやすくなるかなっていうのがまず一つありますと。で、あと ES7 とかに関して言うと、まあ、もともとちょっと入ってたんですけど、あとオブジェクトオブザーブとかっていうのが、まあ、そもそも使えるようになります。あんまりただ使ってる人見たことないけど、まあ、そういうの使えるようになります。で、あと、まあ、ストロングスクリプトとかっていうのは完全に ES7 どころか、まあ、提案段階のもう何かよくわからないようなやつなんですけど、これはユーズストロングってつけるだけで ES6 を強制させるっていうモードですね。なんかユーズスクリプトってつけ、ユーズストリクトってつけるところがあると思うんですけど、ユーズストロングって書いたことないと思うんですよ。ユーズストロングって書くと今度どうなるかっていうと、ES6 じゃないコードをなんか書いてると怒られるようになるんですよね。なんか例えばバー書いてるとレッドにしろとかとかっていうのに怒られるようになったりとかして、まあ、それすごく面白くなるんですけど、まあ、あんまりエクスペリメンタルな機能なのでそんなに推奨僕はまだできませんね。まあ、ともかくとして ES6 に関してはクラスとかブロックスコープとか、あとはまあプロミスとか、ジェネレーターとか、その辺の主に使いたいようなやつは大体使えるかなと。使えないやつでいうとアローファンクションとかまだ使えないですね。それは NEXT に入ってますね、それが多分で、まあ、その辺が使えるようになるとまたみんなの、便利になるかなというふうには思っています。はい、こんなところでいいでしょうか。あとすみません、アシンカーウェイトの、はい、アシンカーウェイトは、ちなみにアシンカーウェイトって ES7 なんですけど、まだ、ステージ2の段階なんです。ステージ2ってまだ全然仕様も決まっ、仕様を提案してる段階なんですよね。で、ES7 って次のやつに入るかっていうと、実装がないと入らなくて、で今 V8 はそこまでまだやってない。そもそも ES6 もやってないのにアシンカーウェイトいきなりやれないんですよね。だから多分やるんだったらもうバベルでやるしかないですね、今のところは。分かりました。はい、すみません。じゃあ、さっき手を挙げていた、はい。どうした？最後ですかね。まあ、もう逆しながらこういうことなんですけど、ファールはリリースをクリスマスにするっていうことをおっしゃってるんですけど、今度 V4 が出るじゃないですか、はい、そうすると V5 とかのリリースサイクルってどうやっていくつもりでしょうか。はい、行きましょうか。はい、それはですね、質問繰り返して、ね、はい、リリースサイクルですね、パールは、今年の12月に出るって言ったんですけど、ノードの場合には V4 が出てからどういうふうにリリースされてるかっていうのがあります。で、さっきやった、真ん中のマスターブランチは、これは随時、バージョンが迫っていくバージョンによって上がっていく形になります。なのでウィークリーなのかマンスリーなのか。LTS はもう日付が決まってます。10月1日。だから毎年10月1日にその時点でマスターブランチをブランチカットしていって LTS でこの名前をつけて、これの惑星の名前なのか分かりませんけれども、なんか名前をつけていって1年半。1年アクティブ LTS でこうパッチをしていって最後のメンテナンス、半年メンテナンスっていう感じになっています。なので、まあ毎年10月1日に、すごい安定版が出てくる。で随時機能が追加もしくは変更によって、メジャーバージョンなりマイナーパッチバージョンが上がっていくというこの2本立てになります。つまり次の V5.0 が出る V5.0 が出るというときはおそらく来年の10月とかになるんじゃないかと。はい、V4.0 はそれはちょっと V8 だったりとか、まあ、他のオープン先生のライブラリーで、互換性を崩すのは、うん、もし毎月やったら12ある。まあそんなのはないでしょうけど、1上がって、だから次6なのかも分からない、次7かもしれないというのが、バージョン的には分からない、もう迫っていくバージョンに合わせて、10月1日に、ロングタイムサポートが出てくるという形です。
総括するとそのあれですね、V4.0 から V5.0 とかっていうのは、どのタイミングで出るかは結構あのその、まあ V8 の気分次第というか、V8 がバージョンアップすると結構互換性崩れちゃうことが多いので、まあ、それで上がっちゃうこともあるんですね。でも、そのための LTS サポートっていうのがあるのは10月1日の毎年10月1日に必ずその時のバージョンがパッと切られて、それがアクティブサポートになる、サポート対象になるっていう形ですね。なるほど。なのであまりバージョンの名前には気にしない方がいいと思いますね。そうですね。5とか10とか15とか20とか、まあブラウザのバージョンは最近気にしないのと同じように、あのこのバージョンの差分がどうなってるのかが一番気にしなきゃいけない。はい。じゃあ終了のフラグが出ているので、じゃあ何かあったらあのまだ僕ら多分ヤプシの会場に少しいると思うので声かけてください。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。